さて、しましたさん、はい、今回は新型ゴルフ試乗ということで、はいはい、この 1.5 リッターの ETSI、はい、R ラインですね、はい、まあ、いわゆる今あるもののトップグレードに試乗したいみたいなと思います、はい、で1リッターと 1.5 リッターの そのアクティブとスタイルはまあすでに実は試乗済みで、はい、最後にこの車を乗ってみたいなということになってるんですけども、はい、まあ、R ラインは、1.5 リッター ETSI のスタイルに、対してスポーツサスペンションと、うん、あとは、名前は忘れましたけど、要は、バリアブルレシオのステアリング、あ、そんなのもついてるんですね、はい、あの、まあ、あの可変ギア比というか、まあ、切っていくほどにギア比がこう速くなっていくというタイプですね、というのがついています。なるほど、はい、いや、なんか見た目だけかなと思ってたんですけど、 R ラインってそんなものが入ってるんですね、はい、そうなんです。で、価格が実は5万円しか違わないんです、スタイルと。なるほど。だから意外とスタイルを買うつもりだったら、その5万円でシート地が違 う、 そうです、ね、エアロが違う、うん、そう、足とそのまあハンドリングというか、まあスタイリングが違うんで、ハンドリングがちょっとスポーチーよねっていうことですね。はい、まあゴルフセブンも、はい、まあ、とってもいい車だったと。そうですね、めちゃくちゃいい車だったんですよ。そう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 、まあ、今回のゴルフいわゆる8は、ゴルフセブンとあの車体の基本骨格、まあ、要はプラットフォームというようなアーキテクチャというか一緒ですよね。はい、そうですね。まあ、いわゆる MQB というのを使っています。はい。で、まあ、寸法もそんなに、ボディサイズもね、全長が30ミリ長い、全幅は10ミリ狭くなった。そうそうそう、そう。全高が5ミリ低いのかな。5ミリ。で、そうですね。そう、ホイールベース15ミリ短いんだけど、ホイールベース短いのもなんかすごい大きな変更ではなくて、なんか足回りのちょっとした違いだと。いう、あ、そうなんですね。そうそう、うん、基本骨格の部分でホイールベースをなんか縮めるために何かをしたとかではないという感じなんですよ。なるほど。そう、フロントオーバーハングがちょっと長くなった分、全長長くなった、ね、そうですね。ちょっと見た目にもルーフでフードが低くなってますよね。やっぱ空力が、高めるためにというのもあったという、まあそんなわけで、とにかくまあ基本的な部分は一緒なので、うん、逆にこの、で基本的なこう素性は良かったわけじゃないですか。そうです、そうです。だからそれを磨き上げにすごく時間とか、まあ、手間とかをかけたのが、うん、まあ、今回のゴルフかなという気がします。超熟成って感じですね。そうですね、うん、やっぱりこうフルモデルチェンジって言って毎回毎回全部変えると、まあ、まあ大きな進化もあるかもしれないんだけど、うん、まあセッティングとかそういうのはゼロスタートみたいなもんじゃないですか。そうですよね。今回のゴルフはまあ、超まさに超熟成型モデルチェンジをしてきて、うん、その果実を僕らはなんかすごく感じてますよね。そうですね。ゴルフセブンも良かったけど、うん、なんか明らかにそれよりもよくなってるなと思って、ね、そうなんです。乗り心地良くなった、ハンドリング良くなった、ね、静粛性とかそういうのも良くなった、全方位しっかり進化してきたなっていう感じがしますね。で、パワートレーンは今回は、1.5 リッターのターボと1リッターのターボで、はい、どちらにも 48V のマイルドハイブリッドシステムが加わっていると。はい、正直言うと、うん、このマイルドハイブリッド、最高出力13馬力、最大トルク62ニュートンメーターかな、はい、モーターの出力あるんですけど、はい、この 1.5 だともともと走りに余裕があるんで、うん、あのふとした瞬間もちろん感じますけど、うんうん、あのそこまでの恩恵はないとは言わないな。比較すると1リッターの3気筒モデルの方がはるかにその恩恵を感じやすいのは確か、うん、あのモーター出力は一緒なんですよね、はいはい、2つともで乗るとやっぱり1リッターは特に、発進からスッと加速していく時とか、うん、立ち上がりなんかはモーターがググッと来てくれてるんだろうな、これっていうのはすごく感じる。そうですね、そうですね。そう、もうね、高速巡航域だともうほとんどエンジンの仕事なんで、そんなにここから加速していくぞって時の立ち上がりぐらいはアシストがあるけど、うん、そんなに大きな影響はなくて、ね、そうだからあれだな、街中メインだったら1リッターでも十分だと思うんですよ。そういうアシストでね、その力強さが出てきてるんで。そうですね。あの高速道路いっぱい使うって場合はやっぱりこうアシスト領域じゃなくてエンジンの自力がものを言う感じがあるので、
この 1.5 の方が余裕があるかなという、これトルコン AT じゃなくて DSG じゃないですか、うん、いわゆる、まあ、トルコン AT にはトルク増幅効果っていうのがあるので発進の時なんかにはググッとこうねトルクが出るわけじゃないんですけど、トルコンがまあねそうあの弱さを補ってくれるみたいなのがあるんだけど、はい、DSG はそれがないんで、うん、線が細いエンジンだと線が細く出てしまうんですけど、うんうん、だからそれ電気モーターとの組み合わせは割と理想的かもしれないですね。そうですね、 そうですね、うん、そもそもそういえばこの、はい、まあゴルフ8になって、はい、見た目結構変わった、はい、じゃないですか、うん、まあいわゆる今までずっとゴルフってこう四角いまんまって言ったらおかしいんですけど、うん、でこの8台目になってパッと見こうヘッドライトの形状とか、はい、まあ、トレンドというんですかね、うん、なんか遊びの部分を加えてきたような感じがするんですけど、うん、そういうですか、はい、ただまあなんていうんですかね、まずゴルフのアイデンティティを何か失ったところがあるのかというとそれは別にないよねっていうところは一つ、ね、だ今回やっぱりそのフードが低く長くなったのが、うん、でまあ、LED のライトの、ね、グラフィックがついたのが結構その遊び心的に感じるんだろうと思うんですけど、うんうん、それはまあ一面ではちょっと事実というかそうだなと思う、はい、だけど、まあ、そこはやっぱゴルフでなんかこういらんことはやってないんですよ。そうなんですよね。例えばそのライトもこの、IQ ライト、 IQ ライトね、はい、そうかなり全部のグレードに LED のしっかりいいヘッドランプがついてきてますよね、はいはい、でまあ、この IQ ライトにすると、まあ、いわゆるマトリックス LED じゃないですか。片側22個だか20個だかそんぐらいあるんですね。そう、そういうものをもうこのセグメントでも、まあまあ、この車が最初ってわけじゃないですけど、まあ、しっかりつけてきてると、うん、CD 値 0.30 から 0.27 ゴムに落としてるのは一つには、まあ、前高低いのもそうなんだけどこのフードの低さも効いているという噂。なるほどね、はい、ははは。だから結局、うん、いらんことはしてないというか全てが全てとは、まあ、言わないけど、はい、機能にこう紐づいていくのがやっぱりゴルフの進化なんじゃないのかなと。なるほどなるほど。まあ、今回のゴルフってその電動化と、まあ、あとは運転支援の充実と、ね、そしてこのデジタルコックピット、はい、そうですね、だったんですけどね、その最初その2019年の末にこのコックピット見た時にはね、はい、ゴルフがこんなやっちゃうのって思った正直思いましたね。そうだけど、うん、まあ効果不効果1年半かかったわけじゃない、はい、導入まで、はい、今みたいな、まあ新しいけど、うん、もう別にまあありだよねって感じしません？そうなんですよね。そうだからいかにやっぱり彼らはフォルクスワーゲンの、まあ、ゴルフの開発メンバーは世の中ちゃんと見て、うん、このあと世の中どうなっていくぞっていうことを見越していたのかなっていうのをちょっとねなんか反省はしないけど、まあ、そういうことを思わされたなって思ってて、そうやっぱ彼らがやってきたことは、うん、まあ、ゴルフが使った技術とかは、うん、ね、最先端じゃないのかもしれないけど上級モデルにしか使ってなかったようなものを、まあ、より一般にこう広めていくみたいなことは今までも多分ずっとあったんだと思うんですよ、うん、今回もやっぱそういうことだなと。そうですね、そう世界初とかではないんだけど、あこのセグメントでもこれが当たり前になるんだなみたいなことをなんかゴルフが使ってくるとね思わされるよねっていうのは。なるほど、うん、確かに。でこれからワインディングなんですけど、突然ですね。本当ですよ、はい、すいませんちょっとワープしたんですが、はい、前回乗った時ワインディング僕乗ってなかったんですよ、うん、高速道路と一般道だけ、はいはいはい、なので本当にちょっと味見した程度で、うん、実は動画もう一本お届けしてるんですけど、はい、さっきワインディング乗って、はい、ちょっとなんかごめんなさいしたいなと思うぐらい良かったなと思って。今謝った方がいいんじゃない。いや本当ごめんなさい本当に正直に謝ります。これはね本当にすごいよくできてるなと思いました。そうやっぱりあの僕らよりさらに上の僕よりさらに上の世代だと、うん、もうゴルフツアーハンドリングメートル元気だとね。そうもうそういうような時代がずっとあったわけですよ。なるほど。あの乗用車のベンチマークスタンダードと言われたのはパッケージングもそうなんだけど、はい、その走りも本当にそうだったんですよね。なるほど。ビタッとまっすぐ走って、はい、コーナリングでも本当にこうなんていうの、うん、分かりやすい性格みたいのがゴルフだったわけですよ、うんうんうん、みんなそこを目指してきたわけですよね、うん、なるほど、うん、という時代があったんですよ、はい、そして今ですよ、うん、いや今日は改めてワインディング乗ってみて本当にもう、まあ、同じ繰り返しですけど
なんでこんなに運転しやすいんだっていうか、分かりやすいんだとか、そうだね、それがゴルフだよねっていうのは僕もね、まあ、改めて乗って思ってます、うん、今この車は R ラインだからちょっと足がね締め上げられてるけど、はい、本当1リッターとかすごいソフトなんだよね今回足ね、すごいロールしますもんね。そうで、普段もう走り始めた瞬間から、うん、柔らかいなこれってなんじゃこれってぐらい柔らかいんですよ、そうですね、当たりがね、うん、だから多分そこだけ乗ると、うん、まあさすがにゴルフを乗り継いできたような人でも、うん、わ今回のは何コンフォートに振っちゃったわけみたいなことを多分思う人はいると思うんですよね、うん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 、ところが例えば高速道路に行けばやっぱり変わらずピタッとまっすぐ走るし、そうよね、そうこういうワインディングロードなんかでもう何この意のままになるってこのことですかみたいな走りはっていうね、ですね、そうあのよく言われるけど切った通りに曲がるね、例えばすごいよ、ね、切った通り曲がるって当たり前だと思うでしょみんな、でもゴルフに乗ると切った通り曲がるってこういうことですかってそうこれだよねっていうね、そう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 、ね、うん、それがねガチガチの車でスポーツとか言ってるような車がハンドリング良くても、うん、まあ半ば当たり前じゃないですか、そう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 、ゴルフはその素晴らしい快適性の一方でというかと両立させた形で、うん、そういうハンドリングというか意のままになる、スパイダーチャートがでかすぎますよね、そう考えると、うん、あの運転上手くなるっていうかあそういう感じもあるし、だからね久しぶりにねやっぱまあ、ずっとゴルフすごいと思ってましたよ5でも6でも7でも、はいうん、でもねなんかゴルフだなっていうこれがゴルフだよって、ね、なんかちょっとねこの8に乗ってね思っておりますね今、クネクネしてると、うん、まあ宝石乗ってると結構嫌な感じするんですけど、うん、さっきねカメラマンの方に乗っててもらってましたけど、なんかこれ酔いにくいねみたいな言ってましたよね口調がおかしいですけど、まあ、言ってることはそういうことですよね、そうですね、そう、そう、外から見ると結構動いてるはずなんですけど、そうですね、何で乗ってると全然感じないんだよな、それもな、あの特にその1リッターなんかは、うん、本当にねコーナー頑張ってるとあのこうバンパーの下がね路面に過ぎそうだよってカメラマンの方はやっぱ言ってて、うんうんうん、そのぐらい言ってるのに運転してる方はもちろんロールしてるのは分かってますよ、うん、だけど全然怖くないの、ね、もうむしろ超安心して、うん、まあ言ってみればタイヤのグリップのこういいとこを全部使ってる感じ、そうですね、うん、これ以上行ったら聞いて鳴り出すかなとか、うんうん、例えばねなんかそういうの全部伝わってくるから、いやいやもう本当に攻められるっていうか、まあ、攻めなくていいんですけど、うん、あの安心してどんな道でも安心して行ける、安心できるから楽しいですね、そう苦手みたいな人もこれだったらスイスイ行けちゃうみたいになるんじゃないかなってね、うん、思いますよ。そしてこの R ラインだってまあ締め上げられているとはいえ、うん、なんか乗り心地が不快かって言ったらまあそんなないですよね、そうね、うん、むしろね差を感じるのは、まあ、足はね、まあ、順当に硬くなってるという感じなんだけど、うん、ステアリングがやっぱりねこう今マッサーに走ってるところってすごくこう、低速のコーナーが深いワインディングロードなんで、こういうとこだと、うん、このいわゆる、まあ、バリアブルレシオというかの効いてきますよね、うん、やっぱ効きますね、うん、もう奥でもうちょっと切りたいみたいなところがちょうどよくスッと入ってってくれるんですよね、今みたいにこうやって切ってるところとかがすごくね、うん、一体感が増して感じられる、うんうん、外してこないですねやっぱりね、外せないよねでもね、いやーでも外すのかと思ったわけじゃないですかみんな正直ね、うん、まあプラットフォームがキャリーオーバーだってのもあるけど、うん、やっぱ電動化だ、もう ID3 だ、3だね、ゴルフ終わりじゃねみたいなね、うんうんうん、ちゃんとやっとるやん、そうねでまあ、もちろんゴルフ開発陣は意地があったと思うんですよね、いや絶対そうですよ、そう絶対そんなこと言わさねえぞって、あの社内の電動化のやつらを見てろってあったと思うんだよね、うん、それが僕らにとってもすごくいい形でこうないい車としてね出てきてくれて、うん、満足感高いよねって、そうですね、うん、